心差川滝山城は、戦国時代に、貧乏国にあった、日本の城。四川ダム湖、城山湖から心差川滝山城があった山を望む、心差川滝山城は、戦国時代に、貧乏国で一大勢力を誇っていた国人、宮氏によって築かれたと言われ、神戸平野の北部、芦田川水系支線の水源地に近い急峻な山中に位置している。城郭は、 標高392メートルの山頂部の尾根に構築されたもので、神戸平野を一望できる位置にある。クルワは山の山頂部を作兵した、長大な四角を中心に周囲に帯くるは小四角を配置し、さらに東側には三条の掘り切りで隔てたデマルとも呼べるクルワがあり、この西端には、倉台が配されている。しかし、西側は、 なだらかな斜面であるにもかかわらず明確な防御施設が設けられず、この城の弱点となっており、実際、志差し川滝山城はこの部分から攻められて、落城している。江戸時代後期の知史、整備メークによると、志差し川滝山城は、三夜の戸焼丸城主宮、三郎義兼が、明王元年に築城し、以後三代にわたって、居城としたとされる。天文21年。 中国地方の派遣を掌握しようとした毛利氏が、貧乏国へ侵攻すると、天腰参加であった宮氏は、志差し川滝山城に籠城し、志差し川滝山合戦が勃発した。江戸中期の軍記物語、陰徳太平記によると、合戦は7月23日に行われ、籠城する宮高音以下380人に対し、毛利元成は3800の兵で押し寄せ、1日で、 落城したという。宮古音は、備中国に逃亡し、この結果、毛利氏は、ビンゴ南部を、勢力下に置くことになった。志川滝山城跡の南側にある渓谷には、現在四川ダムが設置されており、東ダムの貯水湖は滅亡した、東城にちなみ、城山湖と名付けられた。なお四川ダムまでは、大きな道路が整備されているが、そこから直接城跡に行くのは、 急峻な崖であり、難しく、さらに上流の大屋池の土手に行きそこから目指すしかない。ありがとうございます。